リックアストリーの釣り動画に何度引っかかったかわからないユートピのトウヤコです。今回紹介するのはこちらです。センチネルから発売している SV アクションのピーター B パーカーでございます。いや、この箱さ、見てこれ。もうね、ボックスって感じなのよ。どんな形にはボックスですけども、すごいよね。どこの面もね、結構特徴的な感じで、かなりおしゃれな感じで作ってて、ここに漫画のコマみたいな感じで窓があるというね、結構面白いタイプの箱してるよね。収納が大変です。じゃあこれもうさっさと開けていきましょう。はい、取り出しました。こちらがセンチネルのピーター B パーカーでございます。まあ見た目はね、普通のスパイダーマンですけども、よーく見るとね、お腹がちょっとでっぷりしていたりするので、その辺はアニメの世界観準拠って感じかな。スタイルとかもこの細長い感じがね、非常にスパイダーバースのスパイダーマンって感じになってますね。全体的にはそこまで変なところは見当たらないですけども、ちょっとね、細かいとこ見ていこう。はい、マスクはこんな感じでございます。スパイダーバースのね、主な中で黒縁がね、太めな特徴的なスパイダーマンのマスク再現してると思います。このね、糸のね、モールドの塗装はちょっとゴールドっぽい感じになってるんだよね。しかもね、塗装めっちゃめっちゃ綺麗なんだよね。こういうのって結構荒くなりがちですけども、そこまでね、なんか荒さも目立たないし、はみ出しもこんなマクロレンズで見ないと分かんないぐらいのレベルなので、非常にね、塗装精度はね、高くなってるんだよね。センチネルはね、それなりにお値段するので、この辺もかなりよくできてますね。マスクヘッドの差し替えパーツはこの大きく見開いたね、ヘッドパーツ付属しております。めちゃくちゃ目でかいよね。驚きすぎだろって感じですけども、この顔は確かマフィックスでも付属しなかったんで、センチネル独自のものとなります。で、胸にはおなじみの雲のマークがあります。ちょっと丸っこい感じが可愛らしいよね。で、浮き上がったなんか筋肉とか骨みたいなところもすごくリアルなんだよね。そしてお腹周りでございます。ピーター B パーカーなので、横から見るとちょっと下っ腹がぷっくり出てるの分かりますかね。太ってるんですよね。おじさん太りしておりますよ。個人的にはもうちょっとね、お腹出てても良かったんじゃないかなって感じはしますけども、まああんまり出しすぎると可動に影響出てきそうだから、まあこれぐらいがちょうどいいかな。肩から腕のラインはこんな感じでございます。アニメのデザインを準拠してて、細長い感じはね、非常にイメージ通りかなと思います。この肩のラインとか非常に曲線が自然になってるのがめちゃくちゃいいところ。手首パーツは開き手が2パターンと、おそらく新聞とか糸を持たせるための持ち手首パーツが1組ずつ付属しております。足はこのような感じでございます。腕同様に足も細長い感じだね。このスーツのザラザラ感みたいなのも非常にリアルに造形しております。で、後ろから見てみるとこのような感じで、背中には雲のマークがありまして、お尻で足の裏側はこうなっておりますと。意外とピーター B パーカーってね、結構スーツデザイン自体はド定番なスパイダーマンなので、この辺もイメージ通りかなとは思います。はい、ということでセンチネルのピーター B パーカー、細かいところ見ていきました。クオリティに関してはもう十分にね、高いですね。塗装とかの精度が高いのが非常にこの商品特徴的かなと思います。造形もいいから、もう本当にね、ピーター B パーカーの立体物としては群を抜いてよくできてるんじゃないかなと思いますね。非常に素晴らしいです。で、可動を見ていきますか。いやね、これ実はめちゃくちゃ優秀で、首の回転はもうぐるんぐるんで、肩の可動もこのぐらい水平方向までしっかり上がりますし、ロール軸もありますし、肘もね、こんだけ曲がるのよ。すごくない？で、腰もね、ぐにゃんぐにゃんでめっちゃ動く。で、開脚もね、もちろんめっちゃ開きます。まあここまでは割と他のフィギュアでもありがちですけども、すごいのがこれね、膝をここまでしっかりピタッと曲げられるのはめちゃくちゃ珍しいし、すごいよね。で、接地性もこんだけ足首曲がるので、もうね、どんなポージングでもね、めちゃくちゃね、決まるし、しっかりとね、自立してくれるようになってんだよね。普通に可動フィギュアとしてもめちゃくちゃ優秀な B パーカーとなっております。可動域が広いということで、こういう殴りかかろうとするスパイダーマンのポーズもできますと。これでもちゃんとね、自立はしてくれるんですよね。なかなか素晴らしいよ。で、これ触ってて気づいたんですけども、あれだね、シンプルな握り手首パーツって付属し
しないんだね。これも握り手っぽいですけども、親指の形がちょっと違うんですよね。これ新聞とか持つための手首パーツなので、なかなか握り手首がないフィギュアっていうのは珍しい気がしますね。可動域が広いということで、地獄からの使者スパイダーマン的なねポージングもできます。かなりね大胆でね派手派手になるよね。足が長いし手も長いからね、すごくねポージングがよく決まるんだよね。かっこいいな。 B パーカーとしてのフィギュアとしても優秀ですし、スパイダーマンのね可動フィギュアとしてもめちゃくちゃに優秀なものとなってますよ。驚き顔の B パーカーのスパイダーマン、えマジみたいな感じのね表情が感じ取れるのめっちゃ面白い。センチネル独自の台座パーツも属しております。これでスパイダーマンのスイングポーズ決めることできるね。結構アームも硬くてかなり安定感はありそう。射出した状態のウェブのパーツも属しております。手首とくっついてる感じだね。こちらはおなじみのウェブのパーツですね。これは手に持たせるタイプのものとなっておりまして、2本付属しております。これは非常に珍しいパターンで、3本同時に握ってるタイプのウェブのパーツも付属しております。これも2個付属してて、あれだね、スパイダーマンホームカミングとかでスパイダーマンが分裂しそうな船をせき止めてる時とか、あとあれかな、スパイダーマン2でピーター・パーカーが電車を止めようとする時とかのものをイメージしたものとなってますね。これは嬉しいところだね。はい、糸を射出してる手首パーツ使ってみました。こんなに体曲げてんのに不自然な感じにならないのがめっちゃすごいよね。はい、糸を使ったスイングポーズでございます。素晴らしく自然に決まるよね。両手持ちもね一応できましたね。こんだけ可動域良ければそんなの余裕ですよ。体もしなやかな感じでね稼働させることができるので、本当にスイングポーズもリアルに決めることができます。逆に不満点といったら、どちらかというと B パーカー本体じゃなくてこの台座かな。アームがねちょっと角張ってるの分かりますかね。それに対して、まあ、普通のフィギュアってお腹周り丸っこいので掴みにくいんだよね。そこがちょっと気になったかなと思います。普通に魂ステージとかみたいに丸い感じにしてくれたらそれなりに掴みやすくなるんじゃないかなとは思いますんで、ちょっとここはね今後改善してほしいなと思います。こんな感じで何かを引っ張るようなスパイダーマンのポーズとかも結構いい感じじゃない。3本使ってますからね、よっぽどのものを引っ張ろうとしてますよ。キングピンかな。はい、束ねた糸を両手に持たせて例のシーンをやってみました。もうどちらかというと完全にホームカミングのスパイダーマンのイメージ強いですけどね、それっぽい感じができてねめちゃくちゃ面白い。あんまりこういうタイプのさ糸って他のスパイダーマンのフィギュアで付属しないので、マジでねセンチネルのこの B パーカーはねめちゃくちゃいい差別化をしてきてるんだよね。やってみるもんですね。実写の方のスパイダーマンのフィギュアでこの糸持たせられるかなと思ったら意外とできましたね。持ち手首というよりはちょっと脱力した開き手首だと割とフィットしてくれますね。ちなみにこれ使ってるのはマフェックスのスパイダーマンホームカミング版のフィギュアです。多分アーツでも似た感じで開き手首パーツ使えばもしかしたらできるんじゃないかなと思いますね。はい、同じセンチネルのマイルズ・モラレスと比較してみましょう。身長差とか体の太さは割と劇中に近いんじゃないかなと思います。このぐらいのサイズあった方がねやっぱりいいよね。いや、このクオリティの高さでさこの2人が並べられるのはめっちゃ嬉しいところだね。一応センチネルはこれ以外にも今後ねペニーパーカーちゃんとあのロボットの何でしたっけスパイダーがね商品化予定で、フル稼働で出るのはもしかしたらセンチネルが初めてなのかな。マフェックスでも出てなかったので、いやラインナップでちょっと差別化もしてきてるのが注目かなと思います。ただねセンチネルでもグエンは欲しいかな。多分発売されるとしたらまたハムとセットにされそうな気がする。あとはノワールの立体化を待つのみですよ。どこが先に来るかね。はい、気になる人もいるんじゃないですかね。こちらマフェックスの同じピーター・B・パーカーのスパイダーマンでございます。比較してみるとやっぱりだいぶ違うよね。まず赤の色味とかが全く違うね。マフェックスの方がかなり赤みが強い感じになってる。スタイルもねだいぶ違くて、身長は同じぐらいなんですけども、お腹の太さに関してはマフェックスの方が結構あるね。太ってる感じはマフェックスの方が表現できてると思います。個人的にはこっちの方が好みかもしれない。ただ肩周りの処理とかは僕はセンチネルの方が好きですね。より自然に見えます。でちょっと特筆すべきなのが黒のクモの巣の塗装ですかね。やっぱりマフェックスって
ってね、どうしても荒さが目立っちゃうんだよね。ピーター・B・パーカーだけじゃなくて、割と他のマフィックスの製品でもこういうことがあるんですけども、ちょっとね、肩とか黒ずんでるように見えるのが残念かなと思います。マスクとかもちょっとそんな感じがありますよね。この辺の塗装精度の差はかなり出ちゃってる感じがする。センチネルは逆に言うとその辺はすごく優秀ですね。まあなんだろう、比較してみて体型に関しては割と好みが分かれそうで、色とかもそうだね、好みが分かれそうな気がします。塗装の精度に関してはセンチネルに軍配が上がるかなと思いますね。一応この比較もしておきましょうか。こちら SH フィギュアーズのスパイダーマンインテグレーテッドスーツですね。実写とアニメなのであんまり比較するのはあれですけども、身長差に関してはセンチネルの B パーカーの方が大きいよね。まあ、共演はしてないですし、世界観もまるで違うし、なんとも言えないですけども、サイズ感だけ参考にしてもらえればかなと思います。こちらセンチネル独自の付属品としてついてくるのが、ピーター・パーカーのスパイダーマンを再現するためのこのお腹のパーツ付属してるんだよね。ピーター・B・パーカーとは違って引き締まったお腹になってて、腹筋が割れてるの分かると思います。これがね、意外と嬉しいところかもしんない。お腹のパーツに合わせてピーター・パーカー用のパンツのパーツも付属しております。はい、ということで説明書読んでピーター・パーカーにする方法を完全に理解したのでやっていきます。まずは上半身を外しますと。で、このお腹のパーツを取りますと。で、次は足を外していきます。お腹のパーツほど簡単に外れないのでちょっと怖いよね。あ、普通にパンツ脱げましたわ。普通に脱げたのでピーター・パーカーのパンツを履かしていきましょうと。なんかパンツって言い方嫌だよね。なんか他に言い方ないかね。で、足を戻します。意外と硬いね。はい、こんな感じ。ちょっとね、バキって言うからめっちゃ怖えな。で、お腹のパーツをつけてあげますと。これも硬えな。はい、こんな感じで上半身を戻してあげれば、あ、ここも硬い。はい、こんな感じでピーター・パーカーのスパイダーマンができました。これがいつもの親愛になる隣人でございます。もうちゃんとね、しっかりとシェイプアップしてますよ。もうお腹のぷっくり感がないどころかちょっとへこんでるぐらいだから、本当にね、引き締まったボディになりました。このギミックはね、面白いけども、交換できる割に意外と取り付けるのが硬いぞっていうのが気になったね。普通に破損がね、怖いレベルで硬かったんで、意志の弱い僕はもうやらないかもしれないです。お腹とパンツを交換しても可動域に関しては基本的に一緒なので、 B パーカーと同じようなポージング楽しむことができます。なんだろうな、マスクしてるとピーター・パーカーでもいいし、若い頃のピーター・ B パーカーとも言うことができるから、まあ、ぶっちゃけどっちと思ってもいい感じだよね。もはや後ろから撮ったらお腹見えないから、どっちかどっちだか分かんないけども、いやもうね、スパイダーマンってかっこいいよね。あの、最近さ、ノーウェイホームが公開してるじゃないですか。もう僕は3回見てるんですけども、それもあってね、やっぱタイムリーっていうのもあって、本当にね、スパイダーマンのフィギュア遊ぶの楽しいんだよね。もちろんウェブに関してもそのまんま使用することができます。やっぱりパンツのパーツを交換することで、それぞれのお腹の大きさに合わせて腰の可動の受け口がね、広がるから、全然可動に影響しないんだよね。ここはよく考えられてるなと思います。はい、こちらお待ちかねのピーター・B・パーカーの素顔ヘッドでございます。表情がついてるんですけども、どういった感情なんだろうな。驚いてるというよりはスパイダーセンスに何か感知してる時のピーター・B・パーカーっぽいよね。なので視線がね、左向いてるっていうのも非常に特徴的。シワのブリントとかも特にズレはないですし、よくできてますね。目はね、奥行きのあるような感じの造形になってて、そこに瞳の色をつけてるので非常にね、立体感のある顔になってるんだよね。で、髪型はこのような感じで大きくサイドに分けてるものとなっておりますね。頭頂部の髪は別パーツって感じだね。このヒゲの濃い感じとかも非常に B パーカーっぽいね。口の中は真っ黒だね。で、もう一個表情が違うピーター・B パーカーのヘッドパーツがこちらになります。もう完全にひょっとこでふざけてる顔ですよね。無表情とかよりは全然マシで、面白みのある表情ではありますけども、なかなか使いどころ選びそうな感じがするね。はい、こちらがピーター・パーカーの素顔ヘッドでございます。これはセンチネル独自のヘッドパーツだね。嬉しいね。これはスパイダーバースだと劇中の序盤でね、出てきたピーター・パーカーで、割とその後にすぐ死んじゃうんですけども、これが再現できるのはすごく嬉しい。輪郭は B パ
パーカーにそっくりですけども、ヒゲも濃くないですし、瞳が青くて髪もブロンドヘアになってるんだよね。非常に若々しい雰囲気になっております。髪の色めっちゃパンみたいな色してるね。ちょっとお腹空いてるんだよね今。ピーター・B・パーカーとかピーター・パーカーに使用するための素手の手首パーツがこの一組だけ付属しております。これマフェックスで付属しなかったから意外と嬉しいところかも。はい、ピーター・B・パーカーのヘッドパーツつけてみました。もうなんだろうねこの表情、なんとも言えないよね。スパイダー感覚に感知ありって感じの顔なのかな、そんな気はしますよね。ただちょっとアクションするタイプの表情ではないので、使いどころはね選ぶかなと思いますね。後ろからのショットだといい感じになるね。何か敵に感づいた感じの B パーカーって感じがする。普通にねなんかおじさん感というよりはかっこいいよね。もともとがねイケメンなはずだから、ヒゲが濃くなろうとなんだろうとね、やっぱりかっこいいんですよ。止まれ誰かいるぞみたいな感じの B パーカーです。そんな感じの表情だよねマジで。もう目つきとかも割と鋭いからね、戦闘に備えてる感じの表情なのかもしんない。はい、煽り顔ヘッドでございます。これもまたねアクションポーズには不向きな顔だとは思いますけどね。ただまあこういったところでもセンチネルはやっぱり他の B パーカーのフィギュアとは差別化してきてる感じだね。素手の手首パーツ使って何か指さしてる感じに見えるのは面白いね。これ食べていいみたいな感じ。完全に日常シーンのねピーター・B・パーカーであることは間違いないでしょう。ダンシングなピーター・B・パーカーでございます。これは割と合ってるんじゃないかな。誘ってる感じの顔にも見えるからね。やば、ここからの角度はやばいね。こちらはピーター・B・パーカーの素顔にかけることができるメガネのパーツでございます。非常にちっちゃくて細いので折れないように気をつけたいところ。特にレンズとかは入っていない伊達メガネですね。で、この煽り顔のヘッドにかけてみると、こんな感じになりますね。意外と苦戦しましたけども、ちゃんと大きさとかは合わせてあるのでいい感じ。コーヒーを持った手首パーツも付属しております。素手の状態ではない手首で握ってるんだね。ちなみに、中には何も入っておりません。飲み干しちゃってるね。なんならちょっと汚いね。洗った方がいいよ。で、こちらが説明書なんですけども、まあ普段だったら説明書って別に紹介しないんですけども、理由がありまして、新聞紙これなのよ。切り取んなきゃいけないんですよね。これはちょっと。ちょっとめんどくさいかなっていう感じだね。一応説明書にはここから切り取るか、これをコピーしてそのコピーしたものを使うかのどっちかがいいよとは書いてあるんですけども、まあ家にコピー機なんかないしね、コンビニ行って10円払わないとコピーできないし、ちょっとね今回のレビューで使うのはあれかな。まあそういう仕様だよということだけはお伝えしておきます。これ手近づけて分かりましたけど、あれか、何か物食べて指をしゃぶった後の顔かもしんないね。そんな感じがしてきた、指の形といいね。このまま普通に口の中突っ込みそうだからね。ピザとかハンバーガーとか欲しくなる感じだね。まあそういうのは食玩とかで出てるから、組み合わせるのは楽しいかもしんないね。メガネずらして頭かいてる感じにするともうなんかそれっぽいよね。いかにも仕事ができなそうな感じがするけども、実はヒーローとして活躍してるみたいなベタベタの設定ができそうだね。コーヒー持たせてみました。もうそれっぽいよね。こういう人マジでいるよね。誰かはわかんないけども絶対こういう人いる。服装はめっちゃスパイダーマンだけどね。はい、でこちらですよ。今回のピーター・B・パーカーの箱を立方体にしていた犯人でございます。すごいよね、箱の中に箱入ってましたよ。この中にはあれが入っております。ちょっと開けていきましょう。はい、この石像でございます。すげえでけえよな。これ立体化するってなかなかイカれてますけども、めちゃくちゃかっこいいよな。アニメの雰囲気再現してて、この独自な角張り方とかも非常によく再現してますね。重さもね割とある。ひっと、こんな感じで裏側はこうなってますけども、なかなかの重量でございますよ。これどこに飾ろう、マジで困っちゃうな。はい、石像の上に乗せてみました。もうでけえな。でかいけどね意外と楽しいし、やっぱり作品のね雰囲気出てるよね。もうなんか本当に映像からそのまんま取り出してきたみたいな感じにも見えるよね。いや、くつろいでる B パーカーいいな。新聞持たせられなくてねごめんなさいですけど、地味になんかこういう手をついてる感じとかもすごく良かったりするよな。ちょっとかっこいいポージングとかもさせてみる。ニューヨークの街を見下ろす感じが出てこれもかっこいいよね。あれだね、前に紹介したマフェック
ックスのハッシュ版のバットマンとかでもこういう石像のあのガーゴイル台座みたいなのがついてきてて、それもめちゃくちゃ雰囲気出てよかったんだよね。もしかしたらこれが好評だったら今後またこういう感じの出るかもしれないね。めちゃくちゃ置き場所に困るけど、落ち込むスパイダーマンっていうのもめちゃくちゃこれは似合うね。誰も見ていないところだからこそこうやって落ち着いて落ち込んでられるっていうのも楽しいね。ピーター・ B ・パーカーってね、確か MJ と離婚してるから、割とね人間としての人生経験もいろいろ踏んでて面白いんだよね。はい、ピーター・パーカーの素顔ヘッドにしてみましたけども、やっぱりナイスガイって感じの表情してるよね。僕が思ってるピーター・パーカーのイメージとはだいぶ違いますけども、すごくイケメンな感じになっております。今ね手に持ってるこのマスクはマフェックスのものを使用してますね。なんかねやっぱり手に持ったマスクとかね結構重要だったりするから、今回ねセンチネルの方に付属しないのは気になったかなと思います。顔とお腹が違うだけなので、 B パーカーに使うようなコーヒーとかのパーツも普通に使うことできますね。スパイダーバースのピーター・パーカーって何歳なんですかね。高校生なのかな。普通にちょっとその辺の設定ってどうなってるのか分かんないですけども、コーヒーって飲めるのかなと思って気になりましたね。ちょっと映りきらないけれども石像の上に立たせてみました。まあどちらかというとなんか若い頃の B パーカーっていう感じはしますけどね。ナイスガイですごいイケメンなんですけども、どことなく悪い雰囲気もあるのはなんでだろうって気になる人ももしかしたらいるかもしれないですけども、このB パーカーね服がついてこないんだよね。あのジャケットとスウェットですよね。なのでこのマフェックスの布でできた服が着させられるかにチャレンジしてみようと思います。一応ね関節とか外さないといけないので自己責任ですけども、やってみる価値はあるでしょう。多分ねジャケットに関しては割とすんなり入るんじゃないかな。お、切れましたね。ジャケットはすんなり入りました。じゃあ次はね、ズボンですね。足首パーツが外れれば履かせられると思います。お、これも簡単に外せますね。じゃあ履かせますよ。きついな、ちょっときついな。あ、でもいけるぞ。おお、嘘でしょ、いける？おお、いけたぞ。はい、着させることできましたね。割とすんなり着ることができましたね。マフェックスのものに着させるのとほとんど変わらない感じでした。いや、これは意外だったな。まさか別ブランド同士でこういう遊びができるとは思わなかった。センチネルもこれ見越してやってたらなかなかすごいよね。でも2つ持ってる人ってどうなんだろうな。いるのかな。なかなかどっちも高いから難しいですけども、これできるのは嬉しいね。ただ靴に関してはちょっと履かせることは難しい。しそうだね。これ可動軸を靴の方につけなきゃいけないんですけども、さすがにマフェックスとセンチネルは可動軸の穴の大きさとか軸の太さが共通してないのでそれはできなかったね。意外と靴の違和感はありますけども、こうやって着させられるっていうのは思わぬ誤算でした。ワイヤーが入ってるね服だからポージングにも合わせてねアクションできるんだよね。ただ B パーカーの表情があんまポージングには向いてないっていう。メガネとコーヒー持たせればよりそれっぽくはなるよね。非戦闘状態の B パーカーって感じがする。マジでオプションパーツが豊富すぎてね、遊び応えがありすぎる。サンプル画像とかにもあったようなポージングでやってみました。こういうなんか指定な感じのね雰囲気もいいよね。 B パーカーとねマイルズめちゃくちゃいいコンビだと思うんだよね。また続編でも見れることめっちゃ楽しみにしてるんですけど、予告編だとまだ B パーカーに関しては出てきてないんだよね。まあおそらくね再登場するでしょう。はい、マイルズと B パーカー並べてみました。本当にね身長差はかなりあるんだよね。マイルズくんがね小さすぎるっていうのもあるんですけども、まあでもこのぐらいのサイズ感が非常に劇中に近いんじゃないかなと思います。いやーね全員出してほしいな。どうだろうな、出てくるかな。2人でスイングポーズでございます。結構ね2人でやると派手になるよね。めっちゃ楽しいな。スパイダーマン増えていくとね本当に楽しいの。自宅スパイダーバースめちゃくちゃはかどる。一応素顔での3人でもやってみます。やっぱり B パーカーの表情だけふざけてるんだよね。グエンとねマイルズに関してはニコって笑ってるから それっぽいからね。やっぱりね B パーカーももうちょっと普通の表情のやつが欲しかったなとは思います。
いや、センチネルは本当に素晴らしかったね。価格に見合った内容でもありますし、いや、それでも非常に塗装精度も造形も可動域も素晴らしかったね。この調子で他のスパイダーマンたちも欲しいところですけども、個人的にはね、あのキングピン欲しいんだよね。別に可動フィギュアじゃなくても、今回の石像みたいな感じで非可動のフィギュアでも全然ありだと思うので、どっかのメーカーがね、キングピンね、立体化してくれないかなと思いますね。あのね、肩幅に小顔ってだけでも存在感はバリバリにあるからね。きっとセンチネルならやってくれるでしょう。で、ピーター・B・パーカーのヘッドパーツも非常にね、いい感じの表情だったっていうのもあって、マフィックスとは差別化できていたかなと思います。で、ピーター・パーカーの再現に関しても、ちょっとね、関節外すのは怖いけども、それができるっていうのは面白いギミックだったなと思います。パーツも多いし、できることがめちゃくちゃ多いから、この撮影なんと4時間かかっております。ということで、僕のチャンネルではこれ以外にもマーベル系のフィギュアのレビューしておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではユートピーでした。ありがとうございます。